クニャーの木ありましたね。ちょっとこっからじゃ映像的には見えないかな。ここまで降りてきたらありました。元気そうです。ふんです。今日は駒川駅に来ました。ここから藤山、白金平、小野見山、八瀬尾根峠を経て今年初のクニャーの木に会いに行きたいと思います。それでは出発します。あちらに見えるのが日和田山です。今日は寒い日ですが、とても天気が良くて気持ちいいです。駒川神社、駒神社方面向かっていきます。Jゴルフ鶴ヶ島、こちらの脇を通っていきます。ここから本格的な登山道となります。白金平ですね。向かっていきましょう。藤山山頂目指していきます。藤山山頂221メートルです。イエーイ。眺望はそれほどないんですけれどもね、やはりこの藤山はいいですね。それでは白金平向けて出発します。白金平展望台ですね。とてもこの冷たい空気が気持ちいいです。鳥のさえずりもいい感じですね。いい登山ができますようにお願いします。埼玉の自然百選、白金平です。それでは展望台行きます。いやー、最高ですね。こちらに筑波山見えますね。あちらに新宿のビル群見えてますね。あと見えますかね、スカイツリーが見えてますけれども。それでは物見山目指していきます。それではこちらを右折しまして、物見山に向かっていきたいと思います。ずっと先ほどからこのような登りが続いてます。りんごです。少しの間だけ林道歩きをして登山道に入ると思います。こちらから登山道となります。よいしょ、よいしょ。はぁ、物見山三角点やりました。物見山三角点タッチ。それでは物見山の山頂標識と広場に行きましょう。ああ、気持ちいい。ここはいつもなんか風が通り抜けるんですよね。来たぞ。物見山山頂375メートルでーす。イエーイ。じゃあちょっとランチをしていきましょうか。ポテトフランスとスープでランチをしていきたいと思います。
それでは物見山を出発したいと思います。これから痩せ尾根峠を経てクニャーの木に会いに行きたいと思います。2022年お初ですね。嬉しいです。痩せ尾根峠です。それではクニャーの木目指していきましょう。つくやの滝方面ですね。林道をまたいで登山道に入っていきます。ここですね。ここからまたつくやの滝方面です。寒いよ。私の大好きなところにもう少しで出ます。一気に視界がパーッとなってね、気持ちいいんですよね、ここ。はあ、ほう、最高。ふう、気持ちいい。クニャーの木ありましたね。ちょっとこっからじゃ映像的には見えないかな。ここまで降りてきたらありました。元気そうです。もうちょっと台に行くからね。ちょっと下山なんでまた後で動画回します。くにゃの木元気にいます。嬉しいです。前よりももっとくにゃっとなっちゃってますかね。頑張っていてくれてありがとう。2022年も会えて、なんか今日はとってもいい日です。くにゃーの木が揺れてます。風で頑張れよ。また会いに来るからね。ほんと前よりくにゃーとなっちゃってるけど、でもとても立派です。くにゃーの木、どうもありがとう。また来るね。それまで、バイバーイ。次は、宿屋の滝、向かってまーす。ここら辺はね、シダ植物が増えてきて、またいいですよね、この沢の音と。パワースポット、宿屋小滝。行きましょうね。宿屋小滝です。宿屋の滝ですね。向かいましょう。イエーイ、宿屋の滝だ。それでは宿屋の滝を出発したいと思います。浜北湖目指していきたいと思います。浜北湖の駐車場に着きました。以前のような浜北湖に戻ってます。しっかりと水が張られてて、水面には空と雲が映ってて綺麗です。浜北湖から東諸池方面向かっていきまーす。今は浜北湖から諸池方面向かってる途中なんですけれども、これから龍ヶ谷山、石村山に登っていこうと思ってます。こちらの2つの山はゴルフ場の中にある山なんですけれども、昨年末ゴンズ山に登ったのですが、そのゴンズ山も同じゴルフクラブの中にある山なんですよね。なので諸山ゴルフ三山制覇したいなと思ってて、これから行こうと思ってます。楽しみです。こっち読めない。すごい昔からあったんだな、この道。
初めて通ります。宿屋滝はこっちからも来れるんだ。こっち何ですかね、なんて書いたんだろう。これなんか 100m って書いてあるけど、ね、2.7 キロなのかな。 2.7m、 そんなことあるわけいいね、うん、まあ、ちょっと調べます。こちらはどちらに行くのかちょっとわからないんですけれども、普通の車道に出るっぽい感じがするんで、こちらの宿屋の滝方面向かっていきます。こちらではなんか写真が飾ってありますね。私の写真ですね。これ鳥の絵とか、ピンクレディ、これはピンクレディって、この女の人は別にピンクレディ、ケイちゃんとかそういうことじゃないですよね。秋の巾着だ、ピンクレディの巾着だ。でピンクレディってどういうことだろう。一人しか立ってなくてピンクレディってどういう意味ですかね。でも巾着だのことピンクレディってなんかよくわかんないや。これから龍ヶ谷さんと石尊山向かうので、こちら左に折れます。あちらが石尊山です。まず最初に龍ヶ谷さん登っていこうと思うので、登山口まで向かいます。こちらがオリンピックナショナルゴルフクラブです。ゴルフ場の中に3つも山があるんですね。ロストボールが当たってこないようなネットですね。こちら雷電神社入り口になってます。雷電神社の本殿があるところが龍ヶ谷さんの頂上となっております。それでは向かいます。あ、こちらにありましたね、龍ヶ谷さん山頂ですね。 500m 先です。それでは向かいましょう。雷電神社入り口になってます。それではお邪魔します。初めて行くのでね、とても楽しみです。では雷電神社向かいましょう。まずゴルフ場の中入らせてもらうのでお邪魔しますね。出入りの際は施錠してください。はい、必ず施錠します。それではゴルフ場の中お邪魔させてもらいます。雷電神社の土俵がいっぱいありますね。迷わないように、あとゴルフを楽しんでらっしゃる方の邪魔にならないように、ここにありますね。まず皆さん楽しそう。こちらですね、こちらの階段ですね、登っていきます。ゴルフ場の中に山がある、いいですね。それを登らせてもらうのは結構登ってきました。でもまだなんですよね。今度は一段です。よろしくお願いします。お邪魔いたします。こちら二の鳥居がありますね。まだなんですね。こちら雷電神社本殿になりますね。楽しい登山ができて、今日もどうもありがとうございました。隣にはお稲荷さんがいらっしゃいますね。ああ龍ヶ谷城跡ですね。そうですね、こちらはお城があったんですよね。室の町並みが最高です。あー綺麗。それでは龍ヶ谷さん山頂でコーヒーとおやつにしたいと思います。それでは龍ヶ谷さんを下山していきたいと思います。次はあちらに見える石尊山目指していきます。まずはこちらのゴルフ場1回出てからですね。ゴルフ場のところまで戻ってきましたね。
それではゴルフ場を後にしたいと思います。こちらを開けて、よし、しっかり、施錠しました。どうもお邪魔しました。石村山はあのゴルフ場の中には入らず行けるので、こちらだけはちょっとドキドキしましたね。入るときにゴルフされてるプレイヤーの方がちょっと見てたんで、別に入っていいんですけれども、もしかしたら知らないかもしれないですもんね。なんかリュック背負った女の人がなんかゴルフ場の中入ってきたぞみたいな感じかもしれないですよね。ちょっとどうなんですかね。たまたま私が通るときはカートとか通らなかったんで良かったなと思うんですけれども、少しだけちょっと緊張しました。分山、先ほどの雷電神社の入り口まで戻ってきました。次はあちらにある石村山登っていきます。それでは石村山600メートルで着くそうですね。やぶこぎまでは行きませんが、このような感じの道をどんどん行くって感じですね。諸病院と書いてある方から来ました。諸病院は今の埼玉医大のことですね。ではこちらの方進んでいきます。こちらから登ってきたんですけど、結構急だったんですが、もっと急になるみたいです。結構急登なんですね。今登ってる途中ですが、チェーン区間が結構長いです。こちらは富士浅間大菩薩演技と書かれてますね。これはこちらも何でしょう、そういうことみたいです。それでは石村山三角点目指しまーす。こちらのドアを開けるんですね。え？開いてるけど、あ、でもこっちだよね。開いてる、開いてるのね。開いた。結構踏まれてるんで、皆さんいらっしゃってるんですかね。あー、でも最高。うわー、いいですね。眺め最高だな。三角点、諸山ゴルフ三山、孫頭山、龍外山、石村山、すべて制覇しました。嬉しい。日の出とスカイツリーが交わるポイント、なるほど。それでは石村山下山していきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは不動堂方面向けて下山していきたいと思います。石村山無事下山できました。武州長瀬駅に向かって帰っていきたいと思います。今日は駒ヶ駅から富士山、白金平、物見山、国屋の木、宿屋の滝、鎌北湖、龍外山、石村山に登ってきました。今日の最大の目的は国屋の木に会いに行くことだったんで、国屋の木が元気そうだったので本当に嬉しいです。止まれ、見よ。止まれ、踏切注意。こういうところ怖いんですよね、ちゃんと見ないと。嫌い。次に、諸山のゴルフ三山。怖いよ。また、楽しい山歩きしていけたらなと思ってます。最後まで見ていただき、ありがとうございました。げんこち山のたぬきさんって書いてある。かわいい。おちゃらか。ああ、こういう。せっせっせーにおいおい。武州長瀬駅。到着しました。